着替えるのが早いな。ああ、背中にボタンがあったか。止めてあるから後ろ向きな。悪い。お前さんのうなじを見てたらキスしたくなっちまってな。確か朝はここにもキスしたよな。こら、離れたらボタンが止められないでしょうが。またキスされると思って緊張してるな。わかるよ。体に力が入ってるし、鏡には赤い顔が映ってるからな。それにしても鏡越しのお前さんを見てるとついいけないこと考えちまいそうだ。いいのか？言葉にしたら仁さん自分を止められるかね。なんて冗談だ。今はいけないことよりも試着が大事だからな。よし、ボタン止めたぞ。うん、思った通り、その服もお前さんにぴったりだ。いいね。自分が用意した服を恋人が嬉しそうに着てくれるのは。店を出るまでにまだまだ着せたい服が増えちまいそうだ。